皆さんこんばんは。武田邦彦の本当の話番外編深い話の時間です。この番組は言葉、体、神様、自然、食、医療など深く考えて人生に生かす番組となっています。この番組の主催は中部大学特任教授武田邦彦先生です。今回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。桃子さんびっくりしてましたけど、はい、夏だから、まあ、セミはいいだろうなと、はい、カエルぐらいは許せるから、はい、ウグイスは許せないといやいや、春のね、風物詩ではよく知られている鳥なのに夏に一緒に聞けるっていうのがもう何とも不思議な感覚で、場所が変わるとウグイスが、まあ春は確かにものすごく鳴いてるんですけど、一年中 ねウグイスの鳴き声を聞きながら、はい、それからセミはまあ大体大丈夫ですけど、カエルの鳴き声に慣れない人は、はい、夜はうるさいという人もいるんですけど、はい、まあ自然の中でね本当です。今日は自然で結構今日豪雨かったら少し晴れてよかったんですが、はいはい、何しろ自然の中なのに後ろに甲冑があるという、はい、まあ奇妙な、はい、まあ第1回目からこちらの長崎県佐世保市の南川棚というところからお届けしておりまして、この後ご紹介いたしますゲストの方のお教室の施設をお借りしての、ね、はい、番組の収録というふうになっておりますけれども、そうですね、道場も使おうと思っ、はい、撮影に使わせていただこうと思ってたんですけど、ちょうど今日お教室があるということでね、練習がありましてね、はい、それでこちらの方でやることになりました。はい、それでは早速ですがゲストの方ご紹介したいと思います。第1回目からご出演いただいております一般財団法人姿勢学術協会姿勢塾代表の片山健先生です。先生今回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、では早速、そうですね、はい、今日は第1シリーズが一応終わって、はい、第2シリーズの最初ということですね、はい、数としては一番最初から数えて5番目ということですね、はい、5回目になりますね。で、日本人の姿勢の中で今日は日本人の法の姿勢、はい、まあヨーロッパ流の法律ですね、まあ、バビロニアの法典をはじめとしたですね、まあ、その後のヨーロッパの論理的な 法律体系と、まあ、日本とは非常に違うわけですね、はい、まあ一言で言えばヨーロッパは非常に厳しい階級社会もしくは異民族社会という中での秩序を保つということですが、まあ、日本の場合は、まあ、民族が一つとは言えないけど、まあ、融合した民族、それで一つの国の中の、まあ、法とかそういう秩序に対する考え方相当違いますので、まあ、そこら辺を片山先生に解説をお願いしたいと、この本はですね、はい、では先生早速お願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ちょうど法の前にちょっと甲冑の話が出て、はい、若干その話をさせていただくと、甲冑の重さは大体ですね、20キロから30キロの間ぐらい、種類によってはですね、これに大刀小刀をつけますから、そして槍を持つと、まあ優に30キロを超えると。この甲冑をですね、150センチぐらいの人たちが、来てですね、戦場を駆け巡ったと、いうことからですね、私はまあ体の姿勢からこういうなり合いに入りましたので、身体技法の一つとして、まあこれ甲冑を飾ってるんですけども、実はこれを着てですね、どのように動くかっていうことを、まあしょっちゅうじゃないんだけども、やっています。はい、で、まあここでいろんな発見があるんですけども、まあ、今回お話しさせていただいてる日本人の法の姿勢、この辺にもね、ちょっと関係してくるんではないかと、思います。はい、で先ほど武田先生も西洋欧米の法と日本の、法の体系は違うんだと、まさしくですね、まあ、これも第1部の一番最初にお話しさせていただいたと記憶してるんですけども、明治維新の頃に神というのをゴッドと訳したと、はい、宗教レリジョンと訳したと、まあ、これはね3番目に来るぐらい違うんじゃないかと解釈はですね、そのこれ法というのは日本人にとっては、もうそのまんま自然の法を示しているんですね、うん、まあ、仏教でいうとダーマとかダルマって言いますね。で、まあサンスクリット語パーリー語から、まあ和訳中訳和訳したんだと思いますけども、今の法という字ちょっと簡略形にはなっておりますけども、
三髄に猿とこう書いてますね。これ三髄に猿を調べてみました。この法という次元をですね、そうすると、まず、三髄は水であると。そしてあの土というのはあります。でその下にこう無というカタカナで言うと無というのがありますね。これ2つに分けて考えると、水のごとく猿、流れ猿っていうふうに読めます。はい。でさらに深追いすると土の下に無というのがあるんですが、実はこれ無ってね、私、あのいわゆる私、乃木辺に無と書いて私って言いますよね。それの原理、つまり三角形であるというところから来ています。つまり僕ら日本人は私を意識しているときは三角である。うん。あのテストで三角つくと、正しいか正しくないか分かんないでしょ。はい。で丸がついて初めて正しいとなりますけども、うん、実は生きてる間はずっと三角なんですよ。うん。これが日本人の考え方です。そして昨日じゃないや、前回お話しさせていただいたように、はい、死んだ時は丸いおむすびで送られる。はい。これね、本当に日本人は自然の摂理とともに文化がある、うん、考え方があるということを示す字ではないかと思います。これに対してですね、西洋の法といわゆる、まあ、法律って言ってるものは人為的なルール、うん、ある権力のある方々がこういうふうにしよう、このようにしなければならないと決めた人為的なルールなんですよね。うん。これをあの非常に日本人は、明治の頃に、うん、西洋の法律を導入するときに、日本全国民が、戸惑ったという話も、後ほどさせていただきたいなと思います。はい。まあ、あとはですね、その自然の法とは何かということと、そして、まあ、3つ目に、日本人は裁判よりも朝廷と書いておりますけども、まさしくですね、日本人にとって裁判をするっていうのは明治以来恥である。うん。そんな恥ずかしいこと、うん、人と争い事を起こしているなんてとても世間様には申し上げられないというあの意識があったんだということも、まあ、ご紹介していただあのいきたいと思います。はい。はい。それでは次、はい、ちょっと、開いていただいていいでしょうか。まあ、これ今こうずっとこの説明させていただいた、事柄を箇条書きにしておりますけども、ちょっと薄いかもしれませんけども、最後の方に、自灯明法灯明、これ有名なですね、仏教の、言葉で、釈迦牟尼が、最後入滅される時に、残した言葉であるというふうに伝え聞いておりますけど、この中に法というのは出てきますね。で灯明というのは、まあ、ある意味島とか訳されることもありますけども、まあ、素直に明かりと見ますと、おのずからを灯火とし、そして法を灯火として生きていきなさい。これどういう意味かというと、お弟子さんたちがね、釈迦牟尼が亡くなると僕らはどうしたらいいんだと、もうこれで今後説法を聞けないではないか、不安でたまらなかった。その時に、釈迦牟尼がおっしゃったのは、私を信じるのでもなければ、その何かこうこれまで行ってきたことを信じるのでもないんだと、何を柱としていくのかって自分自身に答えがあるんだと、うん、そしてその答えは自然の中にあるんだと、だからそれを灯火として生きなさいということをおっしゃったと。まあ、これね、日本が、まあ、6世紀ですかね、仏教を導入した時に、まあ、神道と、まあ、若干摩擦はあったと聞いておりますけども、その後はですね、神仏集合して、全て良いことは、身につけていこうという日本人の心に、染み込んでいった、言葉の一つではないかと、考えています。では次お願いします。で、じゃあ自然の法とは何かということを、私の個人的な言葉として自然律と、説明させていただいています。まあ、律はですね、律令の律になるんですけども、旋律の律でもありますね、音楽の、つまり自然のリズムである、そしてルールであるというふうに自己解釈しています。ではその自然のリズムであり、律動とは何かというのがここに書いています。
まずは流れる、はい、変化である。先ほど法の字にありましたね、はい、流れ去る、そして流れ始めたものは、適度な揺らぎを持つ、うん、波のようにですね、揺らいでいく、そして、それが巡っていくんだ、まあ双極循環と言ってもいいですかね。ですから、まあ、変化というのを別の言葉で言うと、まあ、仏教のお言葉をお借りすれば、諸行は無常である、うん、あらゆる物事は変化し続けているんだということがありますね、はい、そして、まあ、加減っていうのはそうですね、臨機応変、夏は夏のごとく、冬は冬のごとく、朝は朝のごとく、雨の日は雨のごとくという、その自然に対応していく日本人ということで、まあ、臨機応変と言っていいのではないかなと思います。そして3番目の巡る、まあ、この巡るということに関しては、私自身は双極循環という言葉を使っています。まあ、例えばですね、桃子さん毎朝何気なく呼吸してますよね、はい、これ吸う方と吐く方とどっちが正しいんですかって決められますかね。どちらも大事ってことですね、はい、じゃあ食べることと出すこととどちらが大事なんだ、うん、どちらもどちらも大事、うん、このようにですね、人間のその生理的な現象も、よくよく観察してみれば、自然と一緒のように暑い方が大事なのか寒い方が大事なのか、湿気が多いことがいいのか悪いのかっていうのは、その時々によって全て変化していくと、うん、そういうことを多分ですね、日本人は、日々の生活の中で、この何千年何万年にわたって身につけていったんだろうと思います、うん、まあ、これは意識するというよりも、はい、もう感覚的に落ち込んでいったと、体の中に、うんうん、これをその腑に落とすとこう言いますね、はい、腑というのは頭の中で理解するのではなく、肉付きに土と書きますよね、うん、体の中心に落とし込んでいることを、まあ、日本人はやってきたんだろうというのが私の推察です。じゃあ次お願いします。3番目として、日本人は裁判よりも朝廷だと書いておりますけども、これは私の意見ではありません、ここにですね、ちょっと本を持ってきてるんですけども、岩波新書に日本人の法意識っていう本があります。でこれを書かれたのは川島則義っていう、まあ、東大の 法科を出られて、日本の法を研究された方、なんですけども、この本を読んでいますと、ものすごく興味深いことが、たくさん出てきました。でその一つとしてはですね、日本人は明治以来裁判が入ってきますよね、法律でね、裁こうと。そんなものは恥ずかしくてできないんだと、先ほども申し上げたけども、とにかく人と争うことっていうこと自体が恥であるという意識を持っていたようです。まあ、それで、この方が書かれている中に、昭和29年ですよ、昭和29年に明治維新の頃もそうであったんだけども、実は昭和になって、で戦争も終わって、十数年経っている頃の日本人で、この頃も裁判をまだ嫌ってたそうです。裁判することはもう嫌だと、恥だと、まあ、そのいろんな理由はここに書かれていますけども、もうとにかく、日本人は裁判なんかできない。でそれで、時の法曹が困ってですね、じゃあどうするかと、具体的な案として、じゃあ家庭裁判所あたりから、はい、始めようということで、家庭裁判は裁判の前に朝廷というところから入ったらどうかというところで、朝廷いろはがるたっていうのができた、これはですね、時の最高裁判所、事務総局の参上のもとに全国のですね、朝廷人という方々に、お願いして、標語を作ろう、カルタを作ろう、法をどうにかして日本人にね、いわゆる自然律の法ではなくって西欧が作った、人工的なルール、これをなんとかなじませないといけないというところで、イロハガルタを作ったんですが、はい、そのイロハガルタもですね、実は
裁判に出る前に調停をまずやろうというところで作ったそうです、うん、はい、でこれは色あがらたですからこう胃からですねすっとこうずっとあるんですが、その中でですね非常に興味深いところ、私が個人的に思ったところ、ちょっと読ませていただきたいと思うんですけども、はい、イロハのロのところ、はいはい、ロンよりは義理と人情の話し合い、これ昭和29年ですよ。ロンよりは義理と人情の話し合い、これあの素人が作ってるんじゃないんですよ。一応法学を勉強された全国の調停員と言われる調停員と言われる方が作ってるんですよ。で今度は、二法平等地理の理、理詰めではできる朝廷角が立ち、理で言ったらダメだと、ね、条例家って言ってるんですよ。そしてつあな生中 の, あの生半可の生中ですね、うん、はい、生中の法律論は抜きにしてと、びっくりするでしょ、法律家が法律論を抜きにしてまず人情でやれと、ね、話し合いはと言ってるんですよ。訴えた訴えられたは言わせまい、わかりますか。次、お互いに譲り譲られ共に生き、やんわりと情で包み理で締めるですね、権利義務などと資格に物を言わず、心から心に通う人間味、ありのまま述べて損する人はない、白黒を決めぬところに味がある。どうですか、これ昭和29年にあの配布された朝廷いろはがるた、今を見るとですね、どこのテレビ局は知らないんですが、行列のできる裁判所、なんていうなんか番組があったように思います、はい、ありますね。その中でこういう裁判をすればいくら取れる、なんていうことをやってるようなんですけども、少なくとも昭和の人間はこれを恥としていました、今はこれがテレビで放映される時代になっておりますけども、私が何でもね、あの今、日本人に帰った方がいいよっていうのは、こういうところがあるんですよね。次、お願いできますか。で、日本人は極を嫌うんだと、はい、この真ん中の線が中間線ですよね。で、こう波打っていますけども、下の山を下の極と書いて下極、上の上限と言ってますかね、上極で、この下極が通るところを極道と言いました。で、真ん中を中道と言います。まあ、極道は上と下とありますけども、極道。これ次のフリップありますかね。はい。中道、極道、さらにね、下道というのがあるんですよ、日本人の考え方。つまり、この波がある極まで行くのも嫌だけど、これを超えたものは下道である。もうあのいわゆる任侠のとか一番嫌った下道というのはですね、もう人間以外であると、もう義理も人情もなく金のために人を騙す、こういったことをですね下道と呼んだんですよ。今なんとか詐欺とかあったでしょ、はいはい、ね、なんでテレビ言わないんですかね、下道、下道の振る舞いであるということですよ。でさらにこの頃の、まあ、ちょっとあの付け加えて申し上げると、実はうちの叔父がですね、大正生まれですけども、まあ、いわゆる、今でいうヤクザ、はい、全身に入れ墨を入れておりました。で、その叔父がですね、いつも言ってたのは、いや、ヤクザじゃないと、俺たちは任侠の徒であると言ってました。で、任侠 の, あの文字を見ていただくと分かるように、はい、人人ってこう大きな人、ありますね、はい、いわゆるその人と人との間にいてですね、世の中のこう間違いとかね、そういったものを、物申す、人間としての任侠道というのを貫いてるんだと、まあ、実質そうだかというと、まあ、そうとも言えないんですけども、
その叔父のおかげでうちの家も母の実家もですね抵当に入れて取られましたけどね、一家路頭に迷いましたが、でもねその叔父が死んだ時にね、僕らは追い込みが来るって聞いてたんで、私まだ子供の頃でした。非常にビクビクとして火葬場で座っておりますと、はい、確かにね来たんですよ、十数名、怖い人たちが。で、お宅は何々さんの、お宅でしょうかと。で、叔父がですね顔を下げたのを、はい、小さく、うん、そしたらね、なんと札束をドンって置かれて、生前はおじきにお世話になりましたと言って帰られたということを私は現実目の当たりにしております。まあだから任侠を褒めるということではないんだけども、うん、その一面としてですね、家族にはちょっとつらかったんだけど もう外には手がいいというか人をものすごく助けてた人でした、うんうん、まあ、ついでに言うと私の兄、まあ、私の兄はそのおじを見て育っておりますので、もうとんでもない人間で、大迷惑かけて、26歳の時に往生しました。でね、その葬式の時に見知らぬおばあちゃんとおじいちゃんが来て、話を聞いてみると、自分たちが困窮している時に給料を全部置いていってくれたり、家の掃除をやってくれたり、いろんなことをお宅の息子さんにお世話になりましたということを聞きました。まあ兄も私たち家族には非常に大変な存在だったんですが、まあ死んだ時にそういう話を聞いたと。だからまあ一概にですね、任侠の人たちを私は嫌っておりません。ただその叔父もですね、極道下道というのはもう大変嫌っておりました。我々は極道でもなければ下道でもないんだということを、まあ、しきりに言っていましたね、まあ、そういうことがありました。まあ、ですから日本人はちょっと外国の方に、西洋の方に見せるとなんかはっきりしない、いやなんかニコニコ笑って顔でごまかしてると、ね、言われますけども、そうじゃないと思います。私たち日本人はこの島国というところで生まれて、まあ限られた地域ですよね。それこそ大陸のようになんか悪いことして隣の国に行きゃいいなんていうことはできない。それで和をもってたっとしとする17条の、まあ、憲法、まさしく憲法というね法が発布されますよね。その一番目に和をもってたっとしとするですよ、これがねやっぱり日本人のもう原点ではないかなと、うん、でその適当とか適切とか適度という言葉は今では悪役に、まあ適度はそうでもないけど適当なんて言ったら完全悪役でしょ。でも字を見ると適度に的を当てているって書いてるわけですよ。だからはっきりと物事は申さなくても本筋を外さなければ、うん、わざわざ摩擦を起こすことはないんだ、うん、というのは、まあ、日本人の法に対する考え方ではなかったのかというのが、うん、まあ、今回の私のまとめになります。はい、はい、うん、まあ、2つばかり、はい、1つはまあ、これは19世紀にまあ発見されたっていうか、はい、学問的には発見された、はい、どうもこの我々の住んでいる、まあ、宇宙というか、その頃はまだ宇宙じゃなくて地球上ですね、はい、海があって山があってこうじーっと見るとね、なんか変化してると、はい、それでずっと同じところにいないと、はい、っていうことが分かって、その頃はまだそれが何によるのか分からないけど、とにかく変化する、変化する方向もいつも決まってる。赤ちゃんはなぜ、だんだん年を取って肌がシワになるのか、はい、これ非常に難しくてですね、その後、まあ、2050年ぐらいにだんだん分かってくるんですけど、はい、赤ちゃんが赤ちゃんのままとどまれない原理ですね、はいはい、つまり生物っていうのはもともとはですね、元に自分の体を返す力があるんですよ、はい、だから修復もできますし、はい、まあ、シワができりゃそのシワのある皮膚を捨ててですね、はい、赤ちゃんのような皮膚を作ることできるんですけど、はい、しないと、はい、でまあいろいろ研究したり議論した結果、今のところの認識はどうかというふうに僕が認識しているのはですね、
146、7億年ぐらい前に、宇宙が生じたわけですね。それで時間が一方向に進み始めたわけですね。で我々は宇宙の全体の流れの中で、少しは揺らぐんですけど、ほぼその上を走ってるわけですよ。そこからずれないと、ずれることができないっていうのが分かって、ギブスっていうのが、その19世紀の終わりにエントロピーのいろいろ原理を、一番簡単に言えば、おかしなことに、割り箸なら割り箸をバーッとこう掘るとバラバラになると、子供が部屋で遊んでると部屋はむちゃくちゃになっていく、自然に整頓はできない、お母さんが来て整頓する、人間の、動作っていうのは、全ての人間の生活っていうのはエントロピーの増大する方向に行くと、それは自然の中ではそういく、だけど人間はその自然の中で行われていることを逆にしようということができる、だからお母さんが整理ができる、じゃあお母さんが子供が汚したものを整理するとどういうことになるかっていうと、子供が1時間あたりに汚したエネルギーの最低でも 3.5 倍はかかる、それでですから人間の作用っていうのは、じーっとなるあるがままに任せると、生まれてから死ぬまで1のエネルギーを使ったとすると、一生懸命働いて人間がですね、それでいい自動車を作ったり、いい生活をすると、どんなに少なくても 3.5 倍の、エネルギーを要すると、これがほぼ固まったのは20世紀の前半ぐらいにそういう考えが出てきて、それで50年代に生物の原理が分かってきて、それでちゃんと学問を考えている人たちから見れば1980年ぐらいには、ああなるほどそういうもんだと、っていうことが分かった。で日本人の生き方っていうのを私が見ると、日本人は最初から分かってると、それは自然の中に生まれたからではないかと思うんですけどね、っていうのはその自然っていうのは常に一定の割合でエントロピーが増大して宇宙と調和した状態で変わっていくんですね、人間はその中で自分がもがくとそれを一部逆転させることができる、しかし逆転させることができるのはそれは周りからエネルギーを 3.5 倍取って、それで自分のためにっていうか自分の目的に沿ったことをやるっていう、そういうその無意味なことをやってるわけですね。で人間全体ももちろん無意味で、死んだらいけないっていう、死ぬことはいけないことだと、言う人もいてね、コロナウイルスでもコロナウイルスで亡くなる人がいるって言うんですよ、だけどコロナウイルスで亡くなっている人のカーブを見ると、年齢を横軸にとって、自然死のカーブと一緒なんですね。ということはコロナウイルスが人間に作用しているのは、別段ウイルスが人間を殺してるんではなくて、人間が自然に死ぬということを手助けしているようにも見えるんですね、それで、ヨーロッパの文化、特にキリスト教がですね、キリストがお生まれになってから1200年ぐらいまでは非常にキリストっていうのが大きな人だったんで、その後1200年がその鎖に縛られてね、で動きが取れなかった、ところがルネッサンスを中心として人間の知性というか、それが花開いた、花開いたおかげで、ヨーロッパの 学問的な知見というか人間の知見、人間の知恵っていうのはガーンと落ちたと僕は思うんですね。イエス・キリストっていうのはそういう宇宙の原理を知ってて発言されてる、だからもちろん死ぬなんてことはなんてことはない、それもイエス・キリストの言ってることは全てそうで、輪を持って尊しと出す、左の方を叩かれれば右の方を出しなさいと、こんな感じだと、お釈迦様もそうですね、
マホメット今ムハンマドって言うんですけど、ムハンマドもそうだ、はい、つまりああいった宗教大宗教家っていうのはこう自然をじーっと見てね、自然をじーっと見ることによって、ああそうか、人間っていうのはエントロピーを下げることもできるけど、それには 3.5 倍のエネルギーかかるから、ね、だからもうそれやめて、はい、それでできるだけ自然に任せて生きようじゃないかというようなことを言っておられるわけです、はいはい、これはこの今言ったのはエントロピーという近代科学の成果、まあ、これからまたどんどん進歩するでしょうけど、それからまあそれがまあ一つはその流れとしてまああるわけですね、はい、で日本人がそれを分かってやっていた、うん、もう一つは全般のシリーズでお話したちょっとお話したんですけど、うん、人間には大脳皮質と大脳のチューブと、うん、それから DNA と各細胞が判断してると思われる判断がある、はい、でそれを全部集合すると、はい、まさに今片山さんがお話になったように、うん、まあいいじゃないかと、はい、理屈で白黒つけるなんて意味がないよと、はい、でなんで意味がないかっていうと、うん、人間の大脳っていうのは、うん、我々の生活とか人生の一部しか語ってくれないので、はい、必ず間違う、はい、必ず間違う、はい、だから裁判という理で、はい、理っていうのは何かって、理っていうのは大脳皮質なんですよね、はい、だから大脳皮質だけで、うん、黒白をつければ、はい、当然、じゃあなんで人間は死ぬのと、うん、いうことになるんで、はい、例えば裁判で殺してもいいと、はい、いやいやそれはダメだと、うん、だけどもその人死ぬじゃないかと、はい、もうねだからいいじゃないかと、はい、コロナにかかったってと、はい、いうような議論はその西洋式理の中では出てこないわけですね、はい、で日本社会が2000年間うまくいって、うん、日本以外の国の理の社会が、うん、うまくいかなかった、はい、戦争も多いし人のいざくざも多いと、はい、だから日本の裁判を嫌ったり法嫌っ、まあ、日本の場合は法っていうとまず自然の法、はい、あとはお釈迦様の法、はい、それが先にあって、はい、まあしょうがないから、まあ、いざっていう時はお知らせでも出るよと、はい、しかしお知らせに出ても西洋風に俺は正しいとは主張しないと、はい、私はこういうところが悪かったと言って裁きを受けると、うんはい、まあそういうようなことなので、うんもちろん今片山さんが言われたように日本から法を除くと、はい、西洋風法を除くと、はい、いうことは極めて大切で、うんまあ、弁護士は全部廃業してもらうということがですね正しいわけですね。で弁護士はもちろん今の社会にものすごく悪徳を発揮してて、まあ、一番典型的には立憲民主党の枝野さんですが、あれがまあその今片山さんが言った裁判を適用するとどうなるか、福島原発の事故が起こったら直ちに健康に影響ありません。でこの直ちに健康に影響がありませんとは実にうまい言葉で、はい、ヨーロッパ風の理、はい、つまり大脳脂質で考えると、うん、それでいいと、うん、だけど本当は直ちに健康に影響がないから、うん、みんなをそこに置いといていいってわけじゃない、はい、すぐバスを調達して、はい女子供逃がさないか、はい、ところが日本はそれしなかった、はい、あの人命を軽視して、はい、スターリンが2000万人の人を殺した、うん、ロシアでも、はい、ソ連ですね、はい事故の次の翌日の朝の10時には1100台のバスをキエフから出して、うん、そして女子供全部入れて遠くに行ったと、はい、でまあソビエトロシアの社会の方がずっと日本の社会よりか、うん、日本の昔に近いんですよね、うんで今の日本人っていうのは、日本人が今までずっと守ってきたそういう裁判なんてくだらないんだと、はいそれは我々の生活を守るのに役立たないんだと、うん、そういうことを非常に軽視して、はい、そして表面的な正しさだけを主張する、うんはいかつて NHK でハーバードなんか倫理教室みたいなのやってて、ありましたね、はいはいあれを聞いて僕はねどう思ったかってですね、うん、こんなに醜悪な、はい、
こんなに醜悪な倫理というのはよくもあるもんだなと、はい、つまり私もそう思います。はい、あの表面上は、はい、そのなんかヘリクスで囲まれているけども、はいはい、その実、まあ、先ほどの片山さんの話だって人情もない、はい、人生もない、はい、生活も何もない、はい、一人でいがみ合って、今そういう人います、あの、うん、結婚して夫婦生活をして、うん、もう家族中に怒鳴り散らしている、奥さんなんているんですよね。そういうのと一緒なんですね、それはどうしてかっていうと情も何もなくて、うん、とにかく自分を守るということだけと、うん、まあいうふうなことだったんで、日本の法に対する考え方、裁き、はい、日本の裁きはもちろんあったわけですよ、はい、お知らせもありましたしね、はい、まあ、それはだけども運命の中で受け入れるという、うん、はい、そういうことが、まあもちろん人形浄瑠璃ではないから昔の本からあるわけですよね。そうですね、はい、西洋の裁判なんか見てると、うん、犯罪者でもうまく言い通したら無罪になるっていうのは、ね、そう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 、まあ、本当に人間性のないものがやられてますよね。だからまあ、ここにつけたわけです、はい、日本の法っていうのをもう一回ね、皆さん方深く気づいていただいて、一旦そこにね、戻っていきたいなっていう思いますね。はい、先生も他に大丈夫ですか？次何かありましたかね、うん、次のフリップはありますでしょうか？はい、はい、まあ、多分これで終わりのようです、はい、はい、そうすると今日の片山先生のお話は日本人の法の姿勢ということで、はい、まあ、本当にあの西洋風のそういった法律とは全く違った感覚のまま、はい、あのもう古代から日本としてはやってきたという心のすり合わせみたいなものが ね、 ね、もう一つ深く言えばね、バビロニアの時に、これはまあメソポタミアの文化の中ですけどね、はい、紀元前ですけど、うん、もちろんキリストがお生まれになる前ですね、はい、まあ、ギリシャなんかもそうなんです、ハンムラビ法典というのがあるんですよ、うん、はい、ハンムラビ法典の解釈には2つあってですね、でハンムラビ法典を西洋、現代の西洋法律的に解釈するやり方と、うん、それから、まあ、いわば今説明したような日本の法に対する考え方を適用したのと、うん、2つハンムラビ法典の法解釈ってあるんですけど、はい、僕なんかやっぱ日本人だから、うん、ああなるほどな、そういうことかと、あの目には目を歯には歯は有名なやつですね、有名ですね、この一つでもですね、解釈が大きく二つに分かれておりましたね、うん、それでヨーロッパ流の 法解釈ならこう、うん、日本流の法解釈ならこうっていうのがあるんですね、うん、で日本流の法解釈ならこうっていう方は、まあ、結構難しいんですけど、うん、それを見るとですね、あなるほどなと、うん、全然ハンムラビ法典と、うん、現代ドイツ近代ドイツ 法律体系とは違うなと、うん、こう思いますね、はい、それはやっぱり原始的社会というか本来の人間としての社会というものをヨーロッパ近世が逸脱しちゃったんで、うん、それを今我々は正しいと思って見てる。なぜ正しいと思って見るかっていうと、うん、我々は正しい間違ってるを現代の日本人は大脳皮質で判断するから、うん、はい、だから結局は回り回ってくだらない文化の方に行くっていうのはそういうことになりますね、うん、そうですね。まあ、今法律の問題というのはいろいろ、まあ、憲法の話なんていうのが話題にはなってきてますけれども、はいはい、まあ、なかなか国民といいますかね、一般の市民の方にとってみればちょっと難しいっていうところが、まあ、先立ってしまって、ね、まあ、詳しいところっていうのはなかなか入り込めないような部分がありますけれども、うん、まあ、迷ったとこ時は元の位置に、はい、元の位置に、はい、うん、だから僕はあの日本人って言ってるのは、うん、まあ、当初も申し上げていますけど、その右翼的とか左翼的とかそういった話は抜きにして、はい、何が一番その問題のね、解消の糸口になるのか、うん、というところで、やはり今は、うん、日本の原点に帰った方がバランスが取れるよということを皆さん方に、まあ、お伝えしたいわけですけどね、はい、はい、分かりました。まあ、今回第5回目、そろそろお時間ということになりますけれども、はいはい、まだまだ片山先生にはこの日本人のさまざまな姿勢のポイントというところがあってお話し続けていきたいというふうに思います。今日は、第5回目の日本人の法の姿勢ということはこれまでとさせていただきます。はい、はい、それでは改めまして、今日ご出演いただきましたのは一般財団法人姿勢学術協会司祭塾代表の片山健先生をお迎えいたしましてお話をお届けいたしました。先生ありがとうございました。どうもありがとうございました。
moving down the stream. See the splash and hear the plash. They are gone in the winkle night. Anything get even close to this splendid view? On a clear and warm spring day, along the Sumina, there they go, the boatmen row up and down the stream. See the splash and hear the plash, the golden wink of the night close. Anything get even close to this moment so fast.